カメラは、その岩石が飛び散る、そのそばに置くのが普通です。でも飛び散る方角に置くとカメラもう 100% 壊れちゃいますから、大体の場合はその飛び散っていく方向からちょっと斜めのあたり、それで太陽との関係を考えて上手にその立体感が出るような場所にカメラを置いて、でそこに無線の受信機を取り付けて、その受信機に合図が来るとカメラが自動的に連続撮影をするようなセッティングにしています。で僕自身は、葉っぱのその、まあ、その爆発を葉っぱと言いますけども、葉っぱの、その場所からは数十メートル離れた、しかも飛ぶ方向とは逆方向ですね、逆方向の山の上の方にいて、でそこからカメラが、目視できるような場所に対比しています。もちろんヘルメットをかぶって、見たことのないものを見てみたいっていう気持ちは誰にでもあると思うんですね。で、石灰石鉱山で、まあ、お昼と夕方にこれから葉っぱをかけるから堆肥をしてくださいって言われて、山の上の方からみんなで見てるわけですけども、でそれを何回か見てて、あの場所に立ったことのある人間は歴史上誰もいないんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。だから誰も見たことがない、そんな日本中の鉱山で毎日行われてることなんだけど誰も見たことがない。だからそこに人間じゃなくて人間の代わりになるもの、カメラですね、それを置いて、それで代わりに見てもらおうかなって思ったんですね。でそれがきっかけです。ブラストの中でも一つの、フィルムに写ってた連続写真をそのまま一冊の本にしちゃったものなんですけども、その時の葉っぱは地面そのものを砕くようなそういう葉っぱだったんですよ。でまるでもう火山の爆発みたいですけど、でその時たまたまですね、上空を鳥が飛んでたんです。これそれでこの頃になると鳥がないか、これはちょっと普通じゃないことが下の方で起きてるってことに気がついて慌てるんですね。慌てて飛ぶ方向を変えるんです。で一番最初はこっち側に向かってきてるんですけど、画面の右の方にこうやって飛ぶ方向を変えるんですね。何コマか経つとその煙の中に隠れちゃうんですけど、で煙が収まってくるとまた現れるんです。でこういうことが自分の撮った写真に起きていたってことを僕は全然気がつかなくて、それで東京に戻ってフィルムを現像した時に驚きました。ただ単に、まあね、葉っぱに驚いて、鳥がちょっと偶然写ってた鳥が驚いてちょっと飛ぶ方向を変えたくらいの単なる出来事なんですけど、でも人間とそれから自然の関係における非常に象徴的なものが僕には感じられて、それで一冊にしたものなんですよ。見たことのないものを見てみたいっていう欲求っていうんですか、でそれは本当に自然な人間だったら誰でも感じるような欲求だと思うんですよね。で、見たことのないものを見たいっていうのにも様々あって、例えば自分の中でこういうものは見てみたいなっていうふうに思ってそこに出かけていくとか、まあ、そういう形でその見たことがないものが見えるっていうその欲求がまあ叶う場合もありますけども、科学写真というのはですね、
想像ができなかったようなものを見せてくれるっていうことがあると思うんですよ。例えば、非常に速いストロボを使ってね、何かミルクが落ちた時、何かがその落ちた点の周囲で起こってるような気がするけど、実際はどうなんだろうっていうふうに、それが具体的なこの映像になって、写真になってこうやって現れると驚きがありますよね。で、驚きというのは人間を成長させてきたものの一つだと思うんですよ。欲求と同時に驚きっていうのは、例えばそれをきっかけにものを考えたり、それから新しい計画を立てたりっていうふうに、僕らが動く時の動きの理由になっているものでもあると思うんですね。で、そういう意味ではその、科学写真あるいは写真全般に言えることですけども、こんなものが世の中にあるのかっていうふうな驚き、それから実際はこうなっていたのかっていうふうな驚き、そういった驚きを見せてくれるっていう意味では、写真が果たした役割っていうのは本当に大きかったと思いますね。それは19世紀以来の写真の歴史を見れば、そういった例はたくさん発見できると思いますよ。